アジアハイウェイ12号線は、アジアハイウェイ網の路線の一つ。アジアハイウェイ東南アジア小地域の路線の一つ。ラオス、太陽国の2カ国を経由する。総延長は1243キロメートルである。アジアハイウェイ3号線通過地のラオス北部ナトゥーイを起点とする。ラオスの区間は北部を南北に縦貫し、途中、ウドムサイで、アジアハイウェイ13号線と交差し、 首都ビエンチャンに至る。ついで、ビエンチャン郊外のメコン側に架か,かるタイラオス有効橋を渡ると、大王国となる。大王国の区間は、タイ東北部を南北に縦官し、首都バンコク北東の郊外にありアジアハイウェイ1号線通過地のファイカミンを終点とする。区間の途中、ウドウオンターニーでアジアハイウェイ15号線と接続し、 コーン県でアジアハイウェイ16号線と交差し、ナコーンラーチャシーマーでアジアハイウェイ19号線と接続する。ビエンチャンからナコーンラーチャシーマーまでの区間は、将来大メコン県南北経済回廊のルートの一部となる要関係国間で調整中である。区間延長 684km 区間延長 558.7km。ありがとうございます。